秘蔵情報で、うん、オーディションではカットされちゃってたんですけど、一生懸命カットされてましたよね。そう、ほぼカットされてたよ。カットじゃねえかもね。いや、中村さん、ありがとうございました。いや、でも本当無事でよかった。実は秘蔵情報で、うん、よっしゃ試合行くぞ、うわーなんて言って、うん、いざ行こうとなった時にファウルカップねえみたいな感じになってそうあれファウルカップ持参なのみたいな感じになってで、結構サドル陣営そこでアタフタしちゃってで、中村さんから借りようってなって、そうそう、俺終わってたから、はい、うん、で中村さん赤コーナーだからそうそう反対側までわーってスタッフ借りて、で、勝利のファウルカップを履いて、あ、そうそう、履いて寄ったらやっぱ案の定軽く勝利だったな。でもまあいい試合で本当にみんな感動してたよ。なんか嬉しかったよ、なんかサトルがいてくれるの。いや、そうですね。そう、やっぱ今までいてくれてちょっと安心してた分があって、いないとき寂しくてさなんかそれは感じてます。そう、心細かった。感じてました。しまいにはラップの世界もほらそう、そう、不安でしょうがなくてそうだ、またちょっといろいろそういうのも勉強して、はい、ね、いつかそういうのもできたりなんかしたら嬉しいなと思うんで、楽しみに、その視聴者も、まあ、音源もね、これからどんどん出すと思うんで、そういうとこ応援してあげてほしいし、これからもずっと一生、サトルの味方でいたいと思ってます。そう、オーディションではカットされちゃってたんですけど、うん、ウリタさんもすごくやってくれたんだけど、中村さんも、うん、サトルは俺の仲間だからなとか言ってくれてましたよね。そうなんで、声張り上げて。そうなんで、一生懸命カットされてましたよね。そう、ほぼカットされてたよ。そう、暴れてねえからな。そういうところもあって、そうなんで、ただお父さんみたいに叫ぶことしかできなかったんだけど、でもそれも良かったです。まあ、でもとりあえずゆっくり休もうね。はい、また札幌の方行くのかな。そうです。そうだよね。またちょっと遊び行かせてもらいます。はい、ぜひ来てください。うん、こっそり、はい、こっそり、こっそり、こっそり、モアイ像みたいなの見に行って。あ、そうです。そんな感じで、はい、ありがとうございます。いいっす。さあ、サトルとマイクです。これがサトルハリケーンだ。サップに金をかけたやつら、ざまあ見ろ。今日、嬉しいニュースがあって、俺の友達が3年ぶりに出所してきて、刑務所から電話もらって、すげえ嬉しかった。それと、5年ぶりぐらいに、実のお姉ちゃんが会場に来てくれて、ブレイキングダウンを通して、家族に会いました。いろんな人に支えられて今日この日を迎えました。北海道のみんなもそうだし、品田さんもできるかな。みんなありがとう。お姉ちゃん愛してるよ。またな。選手退場。はい、分かったよ。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。よかった。ありがとう。よかった。超12人抜き。ポッド。サトルしてよ。サトルありがとう。サトルありがとう。よし、もうありがとうね、ほんまに。サトルならこんなに盛り上がりました。強かった。ありがとうございました。ありがとうな、マジで。はい、こちらこそ。よし、よし、よし。じゃあ、後で乗せろ。気合いが、倒れねんかと思って。起こすかなと思ったけど。おいおいおいよっしゃー。スーパースターだ、今日から。おいまた。おいあったよ。しよ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 。もう来た。疲れてる。痛い痛い痛い。いや、そう、マッサージ。マッサージ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。